MX の、 あの総務の方1回目からここで、まあ、警備ということで立っているっておっしゃってましたけれども、ずっとあの聞いてくださってますし、私たち の、 あの抗議の声を聞いて真摯な対応を求めていきたいと思います。それで、私たちこれ今日で3回目になりますが、1回目があの緊急の呼びかけでもあり20人の参加でも20人も参加していただいてありがたいと思いました。それで2回目が60人で、今日もっとあのさらにたくさんの方来てくださってます。あの報道の方もすごくあの集まっていただいて、たくさん、マスコミでも雑誌新聞雑誌でも広まってますので、嘘が公共放送で流されて、それが沖縄の運動に対して偏見になって広まる、そんなことがあっては決していけない。それは本当に当然の誰が聞いても分かるような話ですね。で、知られていないから、あのもっともっと、それぞれ私たち一人一人があのメディアとなって周りの人に伝えて、今のところ MX さんからはあの、その訂正とか謝罪とかする気配が全く見られませんので、声を上げていきたいと思います。沖縄から来ました安です。沖縄でこのテレビで地上波でそういった放送が流されたということを見聞きしたときにひどいショックでした。私は高齢者の施設で平均80歳から100歳までのお年寄りのお世話をする仕事をしています。私たちが見てきたお年寄りというのは90代の方では、本当に戦後戦中ですね、20歳前後で本当に苦労して一生懸命戦の中を逃げ落ちてですよ、命をつないで戦争が終わった後も自分たちの子供を貧しいさなか、米軍の被害も苦しめながら、その中で生き抜いて沖縄の島を作ってきた、そういった方々です。だからこそ私たちは沖縄にもうこれ以上の基地負担をさせないでくれとお願いをしてきました。今回皆さんが行ったことは非常に罪が重たいです。そういったお年寄りがたまらずに後世に自分たちの孫とか子供たちにこれ以上もういったこういった苦しみを負わせたくないという思いで今辺野古とか高井に座り込んでおります。自分のお母さんを今辺野古の新基地建設が、話題になってますけど、キャンプシャブっていうんですけど、そこの兵士に自分のお母さんがなんと殺された方もいます。2階で寝てる間に1階でお母さんが殺されていた、なんと顔面はブロックで殴られて殺されたんです。そういった事件があってたまらずに、もうこれ以上こういった、基地建設に耐えられないということでそこで座り込んでいます。そういった方々が反対運動に参加してるんですよ。それをさもお金目当てであるような印象付け、あるいは本当にそういったデモを飛ばし、私たちは、沖縄がですね戦争で、皆さんのこの本土の決戦を、行わさせないために、私たちは体を張って、私たちの戦場は沖縄でその戦争を止めるべく沖縄戦を戦ってきました。残念ながらたくさんの死者が出ました。4人に1人が亡くなるような大きな戦争になってしまいました。その中でもう二度と戦争を起こさないというふうに誓って行動をしています。で、4人に1人が亡くなり、4人に3人はでも怪我を負い、心に傷を負っています。今も戦争の中ただ中にいるというふうに私たちは考えています。ぜひ皆さんそのことを覚えて一緒にですね戦争を止めていく、こんなですね虚偽の放送したのをそのままにしていたらますますおかしな世の中にやってきます。お手数だけじゃないですか。どうも一緒にしたいです。今日はとても分かりやすいというか、今もう一つマイクで願いかけている人たちがいますね。あの人たちと同じ主張を東京 MX はニュースと称して流したわけです。でそれは BHC という会社で作ったニュースだそうですけど、でもこれをそのままニュースとして流すっていうことは報道機関がやっていいことなのか、今日はとてもよくわかる状況になってます。実際 MX がこの前流した、今年の初めに流した放送はもう支持するのはああいう人たちで、ほとんどああいう主張が
テレビでほとんど娯楽のようにして流された。で、娯楽のようにするっていうのはね、人をバカにして蔑むっていう、そういうことです。そして沖縄の人たちは実際には最も弱い立場にあって、そして一方では政府の権限も警察権限も全て持っているわけです。その中で基地の建設を止めるために、沖縄の生活を守るためにって言って苦労して、そしてあらゆる手段ももう奪われてね、それでやってる、そういう人たちを足蹴にして踏みつけて蔑んでっていうような放送をニュースとしてやる。これはやっぱりね、報道機関がやってはいけない、最もやってはいけないことだと思うんですね。東京 MX テレビのホームページを見ると、東京 MX 放送番組の基準というものが、掲載されています。で、ちょっと読んでみます。人権、放送を通じて全ての人の人権を守り、人格を尊重する、個人団体の名誉信用を傷つけない、差別偏見の解消に努め、あらゆる立場の弱者少数者の意見に配慮する、平和、人種、民族、文化、国家、宗教、風俗、習慣などについて相互理解を促進し、世界平和の実現に努める、環境、地球規模の環境破壊を地域の視点からも考える、汚染、破壊の実態を把握し、かけがえのない地球を次の世代により良い姿で残すため、生活者の立場で継続的に報道すると。いや、この精神に基づけばこんな番組が作られるはずはないわけです。高江の森を破壊し、辺野古の海を埋め立てるような、それを肯定するような報道はできないはずです。さらに驚いたのは、訂正という項目があるんです。放送が真実でなかったり不適切だったことが判明したときは、できるだけ速やかに明確な訂正、取り消しの放送をするとともに、再発防止に努めると。もうまさにこの通り実施してほしいと思います。また電波で嘘をつかないで。